始まりましたチュンチャンネル。主役はこちらのチュンちゃん。2018年5月生まれの現在1歳3ヶ月の娘です。そして私チュンちゃんのママチュンママです。30代前半めちゃくちゃエステに行きたいです。今回はチュンジーにいただいた秋の味覚パート2。チュンちゃんこれ何かわかるかな。イチジクです。チュンちゃん、イチジクは初めてですが、果たして食べてくれるのでしょうか。はい、あ、くれるの。これイチジクだよ。ちょっと待って。イチジクだよ。それでは早速食べてみましょう。いないいない。じゃあ、チュンちゃん。初めてのイチジクです。今日はクマさんですよ。早っ。早い。フォークがあるから。はい。フォーク使って。いただきます。パッ。パッ。すごいね。お腹空いてた。どうですか。はい。自分で食べ。早っ。召し上がれ。あら、いらないの。ちゅんママにくれるの。パクパクパク。パクパクパク。おいしい。あれ、ばあばにあげるの。あれ、ママにくれるの。うん、ちゅんちゃん、どうぞ。いらない。おいしい。ね、人にあげるのが楽しいんだよね。ママママママパク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 。おいしい。刺さるかな。刺さるかな。それを耳ちょっと大きくカットします。手がベタベタだね。ないない。うん。はい、じゃあどうぞ。はい、どうぞ。うん、おいしい。あら、どうしちゃった。苦手、イチジクは。イチジクおいしい人。仕方なくはいが出ました。どうぞ。巻く？あら、ダメ。イチジク苦手だったか。あ、人にあげました。なんか自分がいらないものは人にあげちゃいますね。おー、すくえたすくえた。はい。全部ばあばにあげる。いらない。上手にすくえるようになったね。はい。はい、それもあげる。はい、それもばあばにあげる。はい。早い。おお、すくえた。うん。うん、にゃんにゃんの耳それ。大きいでしょ。それはどうする？あ、やっぱりあげる。自分でごちそうさましちゃった。イチジクはダメだったか。大好きなんだけどな。結局バーバが完食しちゃった。ごちそうさまでした。一人で終わっちゃった。しんちゃん、残念ながらいちじくはまだ早かったかな。では今回もじゅんちゃんじゃんけんタイム。じゅんちゃんじゃんけんじゃんけんぽいー、パー。きれいにパーが出たね。じゅんちゃんはパーを出しました。それではまたねー。